思うんだけど、うん、例えば道徳教育みたいな復活するとかね、うん、そういうのを教えると何を教えるか、道徳って何かっていうと、うん、要するにまああのお天道様が見てるから自分でまあ立身多感っていうようなことだと僕は思ってるんですよ、うん、道徳心というのはね、はい、だからごまかせてもごまかすのは卑怯だっていうのは道徳やと思うんですよ、うんうん、だから罪にならなくってもそんなことしたらあかんよって教えるのは道徳やと思うんですね、うん、罪になることはもうこれ法が取り締まるわけだから、うん、道徳心というのはそうじゃなくって人が見てないからってゴミを捨てたらあきまへんで、うん、ちゃんとゴミを入れましょうっていうのが道徳心だと思うんですよ、うん、その道徳を押し付けてる人たちが法に触れてないから何してもええねんと、なんかごちゃごちゃにやったら証拠出してご覧なさいというような人やんか、うん、例えばこんな自分たちが政府の金出してやってるところになんか反社の人読んだりとか自分の友達読んだりとかしてて、うん、それええのって言われたらそれ悪いと法律ないじゃないですか、うん、ってなことで逃げてる人が道徳道徳って言うてんのが、うん、俺からしたらちゃんちゃらおかしいんですよね。そうですよね、うん、だからまずあなたがまず道徳をあの、ね、教えてもらいなさいっていうのが、まあうん、そうですよ、嘘つくなですよ、まずはですよ嘘つく、なんかこれはもうあの左翼の映画だとか左翼のプロパガンダだっておっしゃる人もいるかもしれないけど、うんはい、そういう人にも見てもうたらいいんちゃうかなと思って、ねはいまあ、本当の意味の愛国って何なんだろうっていう、はい、今なんか愛国って私だって愛国者ですよ別に、うんうんあのこの国好きやしこの国で生きてる以上はなんか大事にしていきたいし、で日本人であるっていう別にそれ外国籍の方をあの侮蔑するわけではないけど日本人であるということに私は誇りを持っているから、でも誇れないことの方が多すぎるじゃないですか今。それやのになんかこう誇れないでしょこんなことこうだったらこうなんたこんなことしてって安倍首相さんもいっぱい出てくるんですけど安倍さんいっぱい嘘ついてそんなんで誇れますか言って言いたくなるけどそれを言うと日本をこうですよね、ね、下げ済むような言動を慎めみたいなことを言われるわけですよ。まあおかしいな話ですよね。ですよね。まあ改めてですね、うん、皆さんこのね映画を見ていただきたいで、はい、この方あのサイカさんっていうね、うん、女性の方なんですけど、はいまあ、30年ぐらいずっと MBS とかでいろんなドキュメンタリー撮ったりとか、ねまあ、会社勤めされていて、はい、であのこの方偉いなってやっぱ思うのが、うん、ちゃんと自分の言葉の中にね、はいまあちょっと読ませていただくんですけど、うん権力や、強者にすり寄る空気はメディア内部にも漂っている、うん在阪テレビは維新の政治家との距離が近すぎすぎると問題されていて MBS も例外ではないって言って、はいまあ、まさに MBS の番組なんですけど、はいうんうんうんまあ、ちゃんと自分たちのなんていうのかな、うん、非をちゃんと認めて、はいはいうん、こうやってあの世に映画を送り出してるっていうところ私は素晴らしいなと思いますので。なるほどね、はい